マスカリン諸島西部の衛星写真。マスカリン諸島は、インド洋南西部のマダガスカル東方沖に位置する諸島。マスカレン諸島、マスカレーニュとも呼ぶ。統計57度17分から46分、波19度58分から20度32分、長さ6 1トル幅4 7トルの範囲に及ぶ。島の総面積は、 約4200平方キロメートルであり、東京都の約2倍である。白秋前期、ゴンドワナ大陸が、アフリカ大陸とマダガスカル島、インドア大陸に分裂した。白秋後期には、インド洋東部のレユニオンホットスポットなどの火山活動によって、マダガスカル島とインドア大陸が分裂し始め、6500万年前には、大規模な爆発によって、デカン高原と、 セーシェル諸島が生まれた。その後、4500万年前までに再び大きな火山活動があり、ラッカデーブ諸島、モルディブ諸島、チャゴス諸島が生まれた。この後の数千年間火山活動は、静音を保っていたが、1000万年前から活動を開始し、以後200万年間活発な活動を続けた。マスカリン諸島の大部分はこの時できたが、その規模は、 今よりも大きかった。その後、浸食により多くの島が沈み、残った島の周囲に珊瑚礁が発達しながら、海水準変動によって、海深と解体を繰り返し、現在は3つの島が保障という形で残っている。多くの火山は現在では活動していないが、レユニオン島のピトン・ドゥラ・フルネーズ山は、近年もたびたび噴火している。マスカリン諸島全域の地形図。 一番左からマダガスカル、レユニオン島、モーリシャス島、ロドリゲス島の順。西から東に上記の順で並んでいる。ありがとうございます。